オジョローグぐも、宮本ゆり子 若い娘の命を取ることも真っ白な腸のある体をめちゃめちゃにすることでも平気な顔でやってのける力を持った刀でさえ二色の袋に入った大棚のご娘子というなややかな袋に包まれて罰キのような心もその厚い地布の陰には潜んで何十年の昔から死に変わり生き変わりした欲しい男女の夢から生まれたようなあでやかさばかりを輝かせて育った娘の名はお流という。 10万56の頃からちらっと心の底に怪しい光物のあるのを親たちは見つけた。その光物の大きくなった時に起こることも親たちは想像することができた。娘の心の中に住む光物のささやかにものすごいきらめきを見るにつけて年取った二親は自分たちの若い時のことを考えさせられた。 母親は十八の時地下に背き家を捨てて商売がたきのここの家の今の主人の前にその体を投げ出した。自分の生まれた家の時という恐ろしい力強いものに押さえつけられてだんだんとのれんの傾くのを思う男の店の日に増し栄えていくのと見比べて白い歯を出して笑ったこと等が新しいことのように目前に繰り広げられた。私たちはこれからあだ打ちをされるんだ。 二人は老いて骨張った手を握ってこんなことを思った。お竜の心に住む光物の広がるごとにその欲しさはまして昔から話にあるような欲しさと気持ちを持っているのを知ったのは二親きりではなかった。 粋な模様の裾長い着物に好きでカツラ下地にばかり言っていた様子はそのお白い気のない透き通るほどの白さと重そうにいい髪と出店の若い者がせめて隣の娘だったらつけ分んはされようものと言ったほどのよくしさを持っていた。十六の時自分の名がお竜と書くのを嫌がってどうでも。お竜、とかく様にしろとせびっていろいろ面倒な手続きまでさせてお竜と書くようにしてもらった。 潮らしく緑の糸を垂れる柳、まして柳魔道のお竜と同じ名で自分の心とはまるであべこべだと言って嫌がったのだ。女は、ママ、シーナの方がどれだけいいんだか。私の若い頃は名のあんまりすごい女は嫌がられたもんだ。母親が娘の苦情を聞いた藩にこう言った。そう、咲くかと思えば時期にしぼんで散ってしまう花。 時期に年寄りになる様なお花なんて名がいいんでしょうか。でも、私はお竜が好きなんだもの。竜があの黒雲に乗って口をカッと開いて火を吹くところなんかはたまらなくいいけどもまあただの蛇が真っ青に鱗を光らして口から赤い舌をペロリペロリと出すことなんかも私は大好きさ、いいね。 そのすごく光る目を憧れるように見張っておりゅうはこう言って母親が顔色を青くしたのを真っ黒な目の隅から見ていた。細工物の箱に役者の絵はがきに講談本のあるはずの室には、壁一杯に地獄の絵が貼り付けてあり畳の上には古い虫歯だき病死だのよくシーシ一時不明、物が散らばって真っ赤に塗った箱の中には取れた灰色を持った蝶が針に刺されて入っていた。 そんなことも母親になんと話に涙ぐませるには十分なことだった。口頭をそつったっきりであとは店の者に気ままに教わっていたけれども教える人に当たった若い者は娘の冷たいくしさに自分の気の狂うのを恐れてなるたけは避けていた。お竜は男が鉛筆を握っている自分の横顔を見つめてポーっと顔を赤くしたり小さなため息をついたりしているのを見ては、 それが面白さに分けるものをわざと間違えて感触を起こしたふりをして弱い男のおどおどしてただ情けなそうにうつむく様子を見ては満足の薄わらをして自分の部屋に入るのが常だった。手当たり次第に小説をあさって読んでいたお竜は罰記を書いた小本を見つけた。差し絵にはまばゆいほど宝石を散りばめた冠をかぶって、 しなやかな体を牢の乱に持たせて真っ赤な血を流して生と死との間にもがき苦しんでいる男を冷たく笑って見ているところが書かれてあった。差し絵のものすごさに釣り込まれてお竜は熱心にそれに読みふけった。一枚一枚と髪をまくっていくお竜の手はかすかに震えて唇は火のように赤くなった。そしてその真っ白な顔は白狼のようになった。 一時一時と辿っているうちに自分の気持ちとこの中に満ちている気持ちとあんまりぴったり合うのに驚いた心をそこの方からうずくような何とも言われない気持ちが雲のように湧き上がってきた自分の心を自分で考えるようにお竜はじーっとうつむいていた何事かを悟ったように教えられたように私は特別に作られた女なんだ死ぬまで男の血をすすってよくしくておられる力を持っている すごく光る目に宙を見てけえのないあるものに誓うようにお竜は言った。ほっと息をついてポンと膝のママ、2本を投げた時にはもう障子の髪は薄黒くなっていた。昼過ぎすぐから今まで息もつかずに読んでいた自分の真面目さと新しい気持ちになった嬉しさに晴れやかな高笑いをした。 それと一緒に薄暗がりの部屋の脇から弾き出されたようにひらっと影を残して体を隠したもののあるのをおりは見つけた。首筋の細さでその影の持ち主を悟った娘は何か心に響いたことがあるらしくそれよりももう一層高い笑い声を立てた。恐ろしく澄んだ声はびっくりするほど遠く響いた。 自分の笑い声の消えていくのをじっと聞きながらその声を聞いて身震いをする男のあるのを思って声は立てない薄笑を漏らした。お竜は立ち上がって着物を着替えた、今までよりは一層あデなはっきりした着物と帯をつけお化粧もした顔と姿とは倍も倍もよくしくなった。 鏡の中に微笑んでいる自分の姿を一寸振り返ってお竜はスルスルと廊下に出て足音もさせずに先をすかしすかし店の外の蔵前に行った。冷たい石段に頭を抱えて深い深い浮かむことのない海の底に引き込まれたような重い気持ちで思い込んでいた若い男は自分の旗にお竜の立っているのなんかは知るだけの余裕がなかった。 主人の娘だ、あんな冷やっこい様子をしているから何かしたらきっとおっぴらにしてしまうに決まってる。それにまだ年も若いんだし、こんなことはお竜を気を狂いそうにまで思ってる若い男の心を悩ました。男は自分がこんな苦しい思うをしているより、人思いにこの家を出てしまおうとも思った。あのくしさを一目でも見ずに過ごすということは到底自分のこらえられそうにもないことであった。 男の熱し切った心は、見透かすように高笑いされたことやら、虹不明、見ていた娘の燃えていたことやらを思ってじっとしていられないほど大声で叫びたいほど波打っていた。頭は火のようにほてって体はブルブル身震いの出るのをじっとこらえて男は立ち上る拍子に脇に何の音もさせずに立っていたお竜を見た。 男は前よりも一層顔を赤くしすぐびとよりも青い顔になってうるんで震える目でじっとこの顔を見つめた。娘もその若い人には耐えられないほどのみ力を持った目を向けて男の瞳の底を透かし見ていた。二人の間に時は極めて早く立っていった、男は力の抜けたようにうつむいた。女はまだそのうつむいた瞳を追っていった。 お竜は勝ち誇ったように眉を軽く動かしてだらりと下げている男の両手を自分の冷やっこいメスヘビの肌触りのような手の中に入れた。男の体は急に震え出した。騒ぎ立てる血が体中を走り回るのや髪の毛まで真っ赤になったような姿を女は顔色一つ変えず髪一本揺るがせないで見ることができた。 男は筋が抜けたように手を持たれたまんま元の石段に崩れてしまった。語はなしなさって。かすかな途切れ途切れの男の声に耳もかさないでお竜はますます手を固く握りしめた。男の目から涙のこぼれ出ているのを見つけて。蛇に見込まれたと思ってればいい。冴えた低い声で女は囁いた。どうぞ、ボなぶりなさらないで。 男は前よりも一層力のない声で、一時不明、だ。話さない、どんなことがあっても、二人ともが骨ばっかりになった時でも。お竜はこういったまんま動こうとも手を離そうともしなかった。激しく動く感情、涙をこらえるために情けないほど固くしまった頬の筋、自分を恐れて手をもぎ離すほどの力さえない男の気持ちを、 女は鏡の中に映す様に自分の心に映し見て真っ白に光る蔵の扉に微笑みを投げた。赤ん坊が秋の着たおもちゃをポンと放り出す調子にお竜は自分の手から男の手を離した。白い二本の手はまた先のようにだらりと両脇に下った、男はうつむいた目を上げてちらっと女を見上げてまた食い入ったように下に向いた目を動かさなかった。 お竜はじっと薄闇の中に浮く男の顔を見た。白い細い指が顔を押さえて指と指との隙間にかすかな悲しみの音の漏れてくるのを見て女はするりと幻の消えるように言ってしまった。男は荷物を持ち扱うさまに石段の上に自分の体を投げて長い間本当に長い間今のは夢ではあるまいか。いたずらをされたんじゃあ,あるまいか。 どうしてあんな気持ちになってくれただろう。と思って、心も体も溶けていきそうな嬉しさと限りない恐れと悲しみと喜びに震えていた。それから薄明かりの蔵前に立つ二人の若い姿を見るものは着物をしまいに来た女中の一人二人ではなかった。ガサの下に二つの顔が並んだ絵の蔵の扉に爪で書いてあるのもお流は知っていた。 日ごとに男の瞳は濡れて潤んで力がなくなっていった。軽いため息をつきながらふっと思い出して薄笑いをする男の様子を不思議に思わないものはなかった。3月ほど後にいきなりこの店から男は追われることになった。 前の晩一晩蔵前の冷たい石の上で泣き明かした青白い面痩せた力ない男を前に置いてお竜は父親に代わってと言って最後の命令を与えた。男は涙をポロリと一つ膝にこぼして潤んだ目に女を見上げて二三歩ヨロヨロと女に近づいたまんま一言も言わず何のそぶりもなくって再びこの店には姿を見せないように出て行った。 死に行くような男の様子を見て女は欲しい歯の愛だから。ふふふふ、という藁を漏らした。家中このことを聞きまた見た者は主人にも可愛がられていたのにと、気になる謎を解きにかかったがどうしても解くことのできないことだった。ただお竜という名をある力を持った特別の人のように思った。 そしてそのよくしい姿が見えると人たちはさっと吐いたように固まりあってまぼしいような姿を目尻の角から覗き上げた。そんなうじうじした様子を見るにつけてお竜は自分の体の中に心の中に住んでいる光物を可愛がった。まだ十六の顔にはもう男というものを知り抜いた女のような冷めた整った影がさしていた。親たちは、 お竜を自分の娘だと思って見るのにはあんまり凄すぎた。なるたけ手を触れないように、なるたけ光物を余計に光らさないようにと火薬を抱えたような気持ちでいた。逃げようとしても逃げられない因果だと二人は暗い気持ちになって一家の運命という言葉に怯えていた。この家をもう幾く年かの間続かせるということはいくら望んでもできないことだと親たちは諦めた。 力ない目ですごくすごくとなっていく娘を震えながら見ているより他にはなかった。17の春、すぐ近所のこじんまりとした家にお気に入りの女中と地獄の絵と小説と着物と世帯道具を持って特別に作られた女は映った。よなれた恥ずかしげ直せた様子で胃腸返しに緩く言って滝島おしに襟をかけたのを着て白博多を締めた様子は、その年に見る人はなく、 その小さな国の女王としてもまたいくそ人の子分を顎で動かす男たちの姉子としても似合わしいものだった。壁の地獄の絵の中の火は燃えて脱衣場は白髪を逆立てている、不思議な部屋で歯の真っ白な唇の真っ赤な女は自分の力を信じて薄笑いをしていることがよくあった。女の机の上にはいつでも担当が置いてあった。虹を吐く様なその色、その輝き。 その先の細さ、冷やっこさ、等がそれにによった心を持っているお竜の気に入っていた。真面目に混じりっけのない気持ちでお竜のところに通ってくるまだ若い男があった。お竜はいつもと同じようにその男に自分の力を試しては微笑んでいた。馬鹿にした微笑みも男は嬉しく思って笑い返していた。男はごく真面目な正直な様子をしてお竜のところに来た。 一、ママ、口を聞くにでもお竜が上から浴びせかけるのを下から持ち上げて返事をしお竜の見下して笑うのを男は見上げて笑い返していた。これあんたにあげましょう。人を馬鹿にした笑いを目の中に浮かせて女は机の上の担当を抜いた。え、何に死に。死ねと言うんかい。男は瞳をパッと広げていった。ふふふどうだか一度は死ぬ命ですわ。 お互い様にねえ、ねよい悪く男の目の先でピラつかせながらこんなことを言った。よくしい目を据えて歯渡りをすかしみながら。私今何でも思う通りにできるのよ。私は今お前の首を犬に投げてやることもできれば空を飛ぶ鳥に放ってやることもできるのよ。犬が掘って逃げたら空の鳥が来て食べるだろうわ。ねえ、澄んだ声で女は言っ 男は芝居のセリフを言っているとは思わなかった。何言ってるんだろう。君の悪い人だ、そんなに脅かさずに遅れ。脅かしてあげる。どこまでもあんたが弱ってヘトヘトになって死んでしまうまで。そんなよくしい顔をしてそんな怖らしいことを言うのはおよし。およしだって、あんたは私に何でもごよしということはできないと思ってらっしゃい。 映像だ私は世の中の男を脅してびっくりさせて頓死させるために生まれてきたんですもの。お前、恐ろしくはないんかい。まあ、そんなことを言って本当にこらしくない。恐ろしい、世の中に恐ろしいことなんかはありゃあしませんわ。私は今までにないほどの男にかける樹を作ろうと思ってるんですもの、わら人形に針を打つ様なやにっこいんじゃないのを。しゅ。 いい響きを持った言葉でいい格好の字だこと。男は怯えた眼色をしてこの話を聞き女は勝利者のような眼差しをして話した。嫌なこと言うのはもうやめにしてどっかへ行こう。さ、私は後が冷やっこいような気がする。そうでしょう。そのはずだ。あんたの後には担当を握って構えてるものがあるんですもの。そんなことばっかり言っていずと。さ、どっかに行こう。 地獄の絵のかかっているところ、担当のあるところ、女の力の存分に振り回されるところに立った一人男というまるで違った気持ちと体を持った自分がいるということはキュッと一締めに首られてしまいそうな、本当に首を放られそうな気がしてならなかった。自分も同じ男のたくさん見えるところへ早く行きたいと思ってしきりに攻め立てた。女はそのせかせかした男の瞳を見ては笑っていた。 それから間もなく水色のお飯のマントに赤いをのせった、かつら下地に髪を結んで、何かの霊のようなお竜と男は賑やかなアスファルトを敷き詰めた、一時不明、道りを歩いていた。通る男も通る男もみんな自分からお竜を話して持って行きたそうに思われた、そしてまた女も自分よりがいの合う男一人一人を知って何か目に見えない声で話し合っているように思われた。 自分より二寸ほど低いところにある女の瞳を男はいかにも弱々しい目つきをして眺めた。男が見た前から女は男のキョトキョとした様子を見つめていた。じっと覗き込んだ男の瞳と動かずにある女の瞳とはぶつかって男は不甲斐なく目を逸らしてしまわなければならなかった。私はもうあんたと歩くのが嫌になった。 お竜はふっと立ち止まってこう言ってさっさと向こう側を一人で脇目も振らずに歩いた。女がこんな風をするのはただ当たり前の女が半分甘ったれでするのとは違ってなんとなく恐ろしいもののような気がして男はすぐにも追って行ってまた並んで歩きたかった。ケレキョ自分は男だと思うと女、 たかが十七の女に自分の心を占領されているということを悟られるのはあんまりだと思ってともすればむく足を立ち直し立ち直しあべこべの道を行った。お流とすれ違う男という男は皆引きつけられる様に行き過ぎた後もあたりをはばかりながら振り返っているのを男は見て、どうしても一人で歩いていることはできなくなった。なんだ。育児なしにも法図があるわい、は、バカバカしい。 自分で自分の心を男はののしってみたが帰って女を振り返り振り返りしていく男たちが妬ましくなって、あの女は己のものだぞ、と男たちに見せつけたい気が増すばかりだった。 口で言えないような強い力を持った女と面と向かっているのが恐ろしくて男という自分と同じ心と体を持った者に会いたさにわざわざ出かけてきたのに男の心には帰って辛い思が増すばかりであった。広い道を斜めによぎって男はお竜の脇にぴったりと寄り添って歩いた。 女は笑いもしなければ頭も動かさないで女王が舌を切られた哀れなど霊をごともにして歩いているような気高さとよくしさを見せていた。男はどうにかしてその凍てついたような女の顔の一条の筋肉でも自分の力で動かしてみたかった。街灯の影から水色のマントの影の象牙彫りのような女の手を探って握った。 知らん顔をしている女の横顔を見ながらそっと握りしめると、ひやっこい鋭い頭の髄まで透き通すような痛さが与えられた。男はハッと手を引いて一足脇によって女を見た。女の薄わらをする歯は青いほど白い。男の頭の中にはさっき見せられた担当のことも毒薬を注射する針の鋭さのことも脅かさせるように思い出された。 心臓に重いものが被さったような気がしてきた。死にかかった人がするような目つきをして手を覗き込んだ、傷はついていない、ただ青い手の甲に咲いたようにルビーを置いたようにコロッとした血がほんの、まま、切リたまっているのを見つけた。男はそれを見て急にいたのましたようにちゅうちゅうと底を吸って紙で吹いて街灯の中にしまった。なんでどうしたんだかどうしてもわからなかった。 ふふふふふふ、<laughs> 鼻の先で飛び出したように女はそれを見て笑った。その声を聞いた男は腹立ちながら考えながら、ヒヒヒヒヒヒ、と笑い返さないわけにはいかなかった。恐ろしさとまた何とも言うことのできないような感情に襲われて男は口を聞くことができなかった。黙って女の旗に並んで歩いているといきなりよろけるほどに男は小づかれた。 びっくりした目を女に向けると水色から生えたように出している手の指先に何かが光っている。歩く足を緩めるとそれが紫の糸の通っている絹針だということとその先に一寸曇って血のついているのが分かった。それと一緒に自分を刺したものも分かった。男はそれを取ろうとすると女は、ママ、早く手を引っ込めてどこかわからないところに握ってしまった。 男は手を出したらまた刺されそうに思われたんでそのまんままた歩き出した。男は女の前ではどんなに気を張っても流れる自分の心をいかにも儚いものに思った。別れっちまえくだらない、お竜ばかりが女じゃあ,ありゃしない。こうも思ったけれども、 それはごくほんの一寸の出来心で世間知らずの娘が一寸したことで死にたい死にたいと言っていながら死なないでいると同じなことでやっぱりそれを実行するほど済んだ頭を持っていなかった。当てどもなく二人は歩き回って夜が更けてから家に帰った。 ぼーっとあったかい部屋に入るとすぐ女はスルスルと着物を脱いで白ちりめんに女郎雲が一杯に手を広げている長襦番一,一枚になって赤みのかった友禅の座布団の上に投げ座りに座った。アサぎの襟は白い首にじゃれる蛇のようになよやかに巻きついて手は二の腕今まで香りを放ちそうに出て腰に巻きついているひじりめんのしごきが畳の上を張っている。 目を細くして女はその前におとなしく座っている男を見つめた。そんなに見つめるのはおよし、私は生きている人間で鏡じゃない。本当にいかにも人間らしい男らしい方ですわ、男の誰でも持っているバカなことをあんたはちゃんと持ってるんですもの。ねえ、女は笑いながらこんなことを言った。 胸のふっくりしたところにさっき自分をつっついていた針の光ってるのを見つけて。針をギョスて早く、危ない。と男は不安そうに言った。あんたが怖いから本当にさっきは面白かった。先に毒でも塗ってあり穴を面白いんですわ。それで私がだんだん紫色になって死ねばさ、そうだろう。ええ、私は人間の死骸と蛇とジョロウグモと腐った柿が好き。 そんないやらしいことばっかり言わないもんだよ、私はだんだんお前が怖くなっていく。逃げ出したいと思ってるだけど私はどうしたものか手足を思うさまに動かすことができない。私は心から午前に惚れてるんだろうか、それでなけりゃあいつでも私は逃げられるはずだ。そんなことどうだってようござんすは、私の体から染み出す甘ったるい毒にあんたは酔っ払って身動きができないんです。 あんたが逃げたって、ママ、して逃げおうせないということを私は知ってますわ。私がもし逃げおうせたらどうする。それじゃ今日から蛇に見込まれたカエルがうまく逃げ失うせるか見込んだ蛇の根が尽きるか根比べをしてみようかしら。見込んだ蛇は死んでもカエルを飲むということは昔から決まってる。女は前よりも一層冷やっこい顔色をしていった。 そんなことするにはまだ私はあんまり若い。やめようもう、あんまり先が見えすぎていて嫌だから。男は軽く震えながらこんなことを言った。女はいかにも心からのように笑って立ち上がった。 その序盤の上にお飯の土寺を着て盾をぐるぐる巻きにして机の上に頬杖をついたお竜の様子をその背景になっている地獄の絵と見比べて男はそばにいるのが恐ろしいほどよくしいと思ってみた。お竜の滑らかな冷やっこいきめの間からだんだん自分の命を短くするドッキが立っているらしく思われその真っ暗な森のような気のする髪の中には蛇がたくさん住んでいやしまいかと男は思った。 私は御前を知らない方がきっと幸福だったろうねまたお前だってそうだったかもしれない。幸福だの不幸だのってそんなこと私は考えてませんわ。私は天からこうと決まって生まれてきたんだと思ってますもの、私は自分の力を信じてるんですもの。ああ本当にお前は消しの花のような女だ。私自身でもそう生まれついてきたのを喜んでますわ。 女は男の心の中に自分の毒を吹き込むようにほっと深い息を吐いた。二人の間に長い沈黙が続いた。二人の心は離れ離れに天でに勝手なことを考えていた。私はもう帰る。男は思い出したように立ち上がって上ん前を引っ張った。そう。女は別に止める様子もせず玄関まで男の後についていった。また今度。 小さな声で男が言ったのに女はただ青白い藁を投げただけだった。その藁が男には忘れられないものの一つだった。静かな中に女は体を存分にされないで男を自由にすることのできる自分の力に射して薄藁をした。いざりよって丸い手鏡を取って自分の顔を覗いた。ふっくらした丸みを持った頬と特別な欲しさと輝きを持った目。 真っ赤な唇に通った鼻、顔全体にみなぎっているなんとも言えない薄ら寒い気持ち。そういうものを女は女自身に感じて、私は若い。そして人より以上の力を神から授かっている。私は男をどんな身分の高い人でも何でも、男ならば自分の奴隷にする力を持っている。手鏡を膝に伏せながら喜びに震える声でこう囁いた。 私は若いんだ、繰り返してまたつぶやいて手を伸ばして明かりを消してしまった。日の高くなるまで女は透き通る様な顔をして寝ていた。目覚めるとすぐ枕元の地獄の絵を見て女は眠たげな様子もなくさえた小声を渦中に響かせた。ひくれがた、男はまた五流の玄関の前に立った。 狭い一坪の叩きの上には見慣れない男下駄が脱ぎっぱなしになっていた。男はふっと自分がこの上なく嫌に思っていることを連想してぷっと唾を吐いて後戻りをした。もう来るもんか、うん女が謝って涙をこぼしたって来るもんか、バイタやっこ。きっと来ないぞ、己も男だ。 男は顔を赤くして目を覚ました子供のようなたわいもないことを自分では真面目に考えて肩を怒らせていた。7日ほどの真男は女の家の前さえ通らなかった。けれども、それ以上の間の日は、ママ、して愉快な日ではなかった、好きのあるような男の心の前にはすぐこないだの夜の女のわら顔が浮いた。知らんぷりをされているのも気にかかった。 本当にそうだそうだ。己は蛇に見込まれたカエルなんだ。あの女の前には男の力なんかはない己なんだ。アヘンを飲み始めたが自分の命の短くなるのを知っていてもやめられないのと同じことだ。特別に作られた女の刺激の多い言葉、様子、目指しになれた男がたった一人ポツンとしていることはとてもできることではなかった。 わけのわからないもだえる心を抱えてこないだよりはずっと衰えた力のない青い顔をして女の家の格子を開けた。格子に手をかけてひょっと見るといつもの藁を顔一っぱにして女が立っていた。男は一寸手を引いたけれども思い切ったように開けて叩きに立った。女は黙ったまんま自分の部屋自分の城壁の中に入った。 男もその後から入って後手に障子を締めながら片膝はもう畳についていた。がっかりしたような男の様子を見ておりゅうはひやっこい声で。とうとう帰ってきたのねえ、あんたは家出をしてまた舞い戻った恋猫のような風をしてさ。と言って一寸男をこづいた。それをどうのこうのというほど男にはおついた心がなかった。手の先を震わせながら。 一体まあお前は幾人男を買って気ままにしているんだい。行き詰まるような声で男は言った。行くと世の中の男はみんな私が買って気ままにできるもんですわ、私は特別に生まれた女です。お竜は平気なむしろ厳かな調子で言った。女のバサリと肩に投げかけた髪から紫の糸竜が立ってその体を包んでいるように男には見えた。 ああ本当に私は見込まれたカエルだ。男はいかにも力のない声でこう言った。女の目は勝利の嬉しさに夜の闇の中に光っているダイヤモンドのようにきらめいていた。それからまたおは一日に一度はきっと女の家の格子を開けた。一日中いることも夜更けて帰ることもあった。 ケレキョウ女が男に触ることを許したのはその冷たくてよく敷いての線だけであった。若い男の血を目に見えない形に現れないところから吸い取ってよくしさはますます女の体に増してきた。女のそばに近寄る男は自分の体のやつれたのは知らないでだんだんよくしくなりまさる女を仰ぎにていた。女は二十になった。男は、私は、 この頃まるで病んだようになってしまった。大変痩せた、自分でも気のつくほどだもの、私は暇しに痩せながら暇しにお前の脇を離れていられなくなった。潤んだ目つきをしてこう言っていた。私たちの一番よくしい心ばかりを集めて私たちの一番立派な血ばかりを集めてお前は暇しに欲しくなっていくんだね。こんなことも言った。 私はお前に一番吸いところを捧げ尽くしてしまったんだから、きっともう時期に死んでしまうだろう。私は心から午前を思ってたけれどもお前は私を自分のよくしくなる肥料に使ったっきりなんだものね。見込まれたと知って逃げられなかったんだもの。私はお前のよくしいということをあんまり見すぎてしまった。それでまた私はあんまりお前から比べると正直だったもの。 痩せてめっきり衰えたまだ若い男は毎日毎日来ては女の手に捕まっていた。私はもう時期近いうちに死ぬということを知っている。と言った。女はどんな時でも冷ややかに笑いながら男には手先だけ他許さないでつっついたり、こずいたりしていた。お竜はその時お女郎具もの、大きなのを買っていた。 いつでも自分の指の間に巣を作らせたり首の周りを這わせたりしていた。その時もお竜は自分の膝の上をふるかせて自分ではその着てき手を塞いではからかっていた。こっちに行こうとすると手にぶつかりのちに戻ろうとすると遮られるので雲はひらりと飛んで男の首に張った。それからスルスルと行く先々にむずかゆい感じを起こさせながら胸を張って袖口から出た。 それを女が捕まえて自分の膝に乗せた。雲に這われている真男はまたとないだろうと思われるほどの心よい気持ちになっていた。黙って目をつぶって雲に這われている男を見て女は笛のような音を立てて笑った。その費用はたまらないほど甘ったるい気持ちになって家に帰った。そして畳の上にコロリと横になってにっこりといかにも嬉しそうに笑って眠に入った。 翌朝になっても男は笑ったまんま寝ていたけれどももうあったか味もない口も聞かない小花の妙にそげたひやっこい肉の塊になっていた。あの人が一番先に私を抑止する小屋しになったんだ。女はこう言っただけだった。それから後も男は幾人も幾人も格子を開けては特別に作られた女のそばに寄っていた。 男たちの心を取り血を絞って女は若やかにますますその肌は白く髪は黒く目は輝いてきた。特別に作られた女をよくしく、ママ、るために純な心を持った男は笑いながら幾人も幾人も死んでいった。 男が一人死ぬごとに女の美は一段進んで男の命というたっといもので作り上げられた欲しさは銀の光で月をつなぎ合わせたような輝かしさと木のぼーっとなるほどのかぐわしい香りを持っていた。欲しくなりながら女は歳をとっていった。長いまかず知れないほどの男を気ままに持ち扱っていたけれども女はまだ処女であった、処女でおられる力を特別に作られた女は持っていた。 薄暗いろうそくの下で地獄の絵に背中を向けてある晩女は自分の体のすっかり映る鏡に立っていた。頬は丸い唇も赤くて髪も黒いけれども女は目の周りにある薄暗い影と頬にたった一つ茶色のシミのできたのを見つけた。私のよくしさの下り坂になった印だ。すぐ女はこう思った。 もう今から45年後には自分も当たり前の女がするようなことをしなくっちゃなるまいと思った。自分で特別に作られた女だと信じているお竜は当たり前の女のすることをしなければならないということは死ぬよりも嫌なことだった。もう一度今日の面をじっと見つめた。黒い影茶色のシミは確かにあった。 自分のために犠牲になった男を見るときに漏らすようなおついた冷たい藁を歯の間から漏らした。スルスルと帯を解き着衣を脱ぎをジョロウグモの一杯に手を広げた長襦番一枚になった。鏡を台から外して畳に置いた。女は笑いながらその上に座った。座った足、手、頭はみんなかの鏡にそのまんま映っている。 鏡に映る自分の目を女は見つめて物狂おしい高笑いをした。そして右の手をつと懐に入れて真っ白な柔らかい胸の中に握っていたお女郎雲を放した。女は目をパッと開いて真っ青な藁を漏らして鏡の中の自分を見つめた。胸の中のお女郎雲はくるくるくると素ばしっこく這い回った。 胸のゴジョログモがじっとしたかと思うと特別に作られた女の体は笑ったまんま見つめたまんま小鳥と音を立てて鏡の上にのめった。笑ったまんま女は鏡の中の自分の瞳を見つめている。ろうそくはケラケラケラと笑いながら黄色な炎をあげている。ゴジョログモはそろそろトムネから首を伝わって女の目に登った。 そしてパッと見開いたまつげとまつげとの間に銀のような糸を張り始めた。キラキラと光る細かい網の中から目の尾のような目は鏡の中の網の中にある木と見合わせて後編には真っ青の藁をたたえている。特別に作られた女の不思議な姿を朝の光はいっぱいにさしていた。 目の辺に黒い影はなく頬に茶色のシミもない特別に作られた女はろうそくの戯れを知ることはできなかった。定本。宮本百合子全集第28巻、新日本出版社。1981、昭和56、年11月25日初版発行。1986、昭和61、年3月20日第6釣り発行。 定本では会話文の多くが一時下げで組まれていますが、中期は省略しました。入力、柴田拓司、構成、土屋隆二2009年10月14日作成。青空文庫作成ファイル。このファイルは、インターネットの図書館、青空文庫、http コロンスラッシュスラッシュ w w w a o z o r a g r j p スラッシュで作られました。 入力、構成、制作に当たったのは、ボランティアの皆さんです。